はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、甘いもの食べたくなっちゃいましたということで、本日はじゃんとクリスピークリームドーナツ、こちらをね大量に用意いたしました。秋ってことで、このハロウィンフェアみたいになってるらしいんですよ。いろんなね限定商品とか、まあ、レギュラーメニューなんかも含めていっぱい買ってきましたんで、食べ進めていきたいと思います。とりあえず見やすいように一旦ね商品を並べたいと思います。はい、ということで今こんな感じで全て並べ終わりました。これめっちゃ多くない？これ見て。これがね、ハロウィン用のハロウィンダズンハーフっていうメニューらしいんですけれども、めっちゃ可愛いのがいっぱい入ってるんだよね。で、今回はこのハロウィンダズンハーフとオリジナルグレーズド、お好みのね、12個用意いたしました。とりあえずね、もうね、めっちゃいい匂いするんで、早速ね、食べていきましょう。いただきますと。で、ドーナツなんで、今回は一緒に牛乳も用意いたしました。まずはこちらのオリジナルグレーズド。オリジナルグレーズドはこんな感じでございます。いただきます。うん、うまー。このふわふわの生地とカリカリのシュガーコーティングたまんないんだけど、うめ。これ何個でも食えるな。うん、甘いもの欲は一気に満たされる。うまっ、うん、もうこの見た目たまんなくないですか？キラッキラ、うまっ。ちょっとねこれ別の食べてみる。こちらがブリュレグレーズドだと思う、多分ね。よいしょ。うまっ、これうまっ。ちょっとね噛んだところでごめんなさい。これドーナツの間にカスタードクリームが入ってるっぽいですね。でこのブリュレがちょっと苦みあるし、甘いだけじゃなくてこれめちゃめちゃうまい。次これかな、なんかチョコのやつ。うん、うまーい。なんかどれ食ってもうめえ。立て続けにチョコ、綺麗なチョコ系ってテンション上がりますね。うん、たださすがにもうちょっとね水分が欲しい。ドーナツと合うね牛乳って。続いてこちらのシナモンシュガー、うん、シンプルでうめ、うん。でもなんだかんだやっぱりこのオリジナルグレーズドめっちゃうまいね。うん、これたまらんな。ちなみに僕ね、このクリスピークリームドーナツ人生で2回目なんですよ。1回目はこのオリジナルグレーズドしか食べてなかったので、いろんなメニューをねこう食べるの初めてなんですけど、やっぱどれもねいろんなバラエティに富んでて全部美味しいね。でもオリジナルグレーズドがうまい。これかわいい、チョコスプレーがいっぱい乗ってる。この食感が面白い。続いてこの抹茶ちゃん、これうまいかも。変に甘みもないし苦みもあるんで、こうしっかり抹茶、これしっかり抹茶だ。びっくりした。うん、ちょっと気になってたメニューがあって、ムチモチっていう期間限定のメニューらしくて、こちらがね紫芋のモンブランらしいんですよ。これめっちゃうまそうじゃない？あ、やっぱり今までの生地と違って名前通りこうむっちりしてる。うん、やっぱ
ぱり秋になるとこういう紫芋とかさつまいもとかめっちゃ食いたくなりますよね。やっぱそういうスイーツ惹かれる。うん。お。でもこうやってね、いろんな種類食べ比べて。でもこうやっていろんな種類を食べ比べてみると、やっぱり個人的にはドーナツってめっちゃ甘いもんで量食えないっていうイメージだったんですけれども、生地も軽いし甘さもちょうどよくて、全くそんなことを感じさせないですね。これいくつでもパクパク食える。うん、ちょっと見て皆さん、これずっと気になったんだよ、これ食べたかった。これも期間限定の新商品っぽいんですけど、クッキークリームリッチってやつでございます。見た目もそそられるよね。最高じゃないですかこれ。これうめ。うん、このほろ苦いクッキーと滑らかなクリームめっちゃ合う。うまい。なんかね、高級なオレを食べてるみたい。うん、うまっ。続いてこちら、チョコカスタードでございます。よい。カスタードが濃厚。うん、めっちゃ滑らか。でもね、密度がすごいね。他の生地に比べても密度もすごいし、まあ、チョコとかね、カスタード乗ってるから、多分、ね、今のはね、重さはナンバーワンかも。超ヘビー級。でもうまい。ちょっとこれ、もう一つのムチモチシリーズ。よいしょ。シンプルでうまいわ。うん。うん。絶対おいしい。ポポポ。ちょっとね、一旦ここまで食べ進めましたんで、休憩にね、しょっぱいものを持ってきようと思います。はい、ってことで、今回もカップラーメン作ってまいりました。今日のカップ麺はこの豚ニンニクでございます。見えるかな、この感じ。いいよ、うわぁ。ニンニク臭がね、半端じゃないでございます。ああ、ああ、ニンニクが効いてるわ。あっこい。うまーい。やっぱり甘いのとしょっぱいののコンビは最高っすね。これは最高。うん。もうね、だいぶ残りもわずかになってまいりました。こちらの方はまだ手つけてないんでね、家に取っときたいと思います。とりあえず、グレーズドちゃん。うん、これさ、ちょっと真ん中見えるかな。めっちゃ可愛いのが2個あんの。これも期間限定のメニューらしいんですけど、黒猫のキャラメルってメニューらしいです。どっから食っていいんだろうな。なんか申し訳ないな。うん、中にキャラメルクリームが入ってて、これもね、ほろ苦い甘すぎない系の食べやすいやつですね。うん。ドーナツもね、ラスト2個になりました。これいっちゃいましょう。期間限定の。こちらがパンプキンプリンジャックという商品みたいでございます。かわいいよね。うん、これ外側がかぼちゃ風味のチョコに中プリンのソースが入ってますね。こういうのも秋らしくていいですね。うまい。はっ、うん、ラーメンも完食でございます。ということで、こちらのね、オリジナルグレーズドがラストでございます。うん、ごちそうさまでした。
はい、ということでドーナツすべて完食いたしました。人生2回目のクリスピークリームドーナツ、うまい。今まではオリジナルグレーズとしか食べたことなかったんで、いろんなね今日は種類が味わえてもうめちゃめちゃ楽しかった。ぜひクリスピークリームドーナツさんがご自宅の近くにある方はねもう買いに行ってほしいですし、近くにない方とかでもお店をね見かけたらねぜひ気になったこの商品買ってみてはいかがでしょうか。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。